皆さんこんにちは。今日は霊を触る手を説明したいと思います。霊を触る手は手の柔らかい動かし方で説明すると、第2パターンのプレスの手になります。プレスの手は手を下ろした時に手首が上がってくる、こういう動きになっています。では具体的に説明すると、霊を触る時にこのプレス、腕を下に下ろしながら自分のところに近づけながら、手首の力を抜いて手首が外に折れるような形で作ってあげます。で、同じ側で2回霊を触ってあげるわけなんですけれども、場所としては初めのに作るときは大体肩のあたりで、2回目のときは胸まで下ろしてきます。で、肩、胸というふうに高さが下に降りていくので、そこのところを注意して練習してください。プレスの手を作ろうと思うと、先に肘を伸ばしておく必要があります。で、肘を伸ばすときに手首の力を抜いて伸ばすわけですから、これはリフトの形で伸ばしてあげるということになります。リフトで肘を伸ばしといてプレスに入っていきます。リフトしてプレス、リフトしてプレス、このようにして霊を触ってあげます。では霊を触る手を4拍でいきたいと思います。右胸で上下、左胸で上下作っていくというパターンで説明したいと思います。で、初めにリフトで離しておいてプレスに入っていきますよ。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、このような動かし方になります。霊を触る手の顔つけを説明したいと思います。こういうふうに胸の前で作る手というのは、必ず対角線上、頭をまず右で作りたい場合は左の斜めに頭を引っ張っていって、それを折ってくるような形になります。で、それで、手が折れるときは顔も下ろしてあげてください。で、反対側、今度左に行くときは、途中では頭を引っ張れませんけど、右斜めに引っ張った頭を左胸にこう斜めに切り込んでいくような形で顔をつけるのが正しい顔つけになります。では横を向いた方が分かりやすいと思うので、今から横を向いてカウントで説明したいと思います。で、はじめその一つ前のカウントで出しておいて、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、このような動かし方になります。では霊を触る手で、よくやってしまいがちな失敗例を今から2つ説明したいと思います。まず1つ目は、肘が後ろに引いてしまう、自分の体よりも前に肘を持ってくると正しい形なんですが、自分の体よりも後ろに持ってきて作ってしまうということがよくやってしまいがちな例です。これを引きすぎると無駄な動きが非常に増えてくるので、いつも自分の体より前に肘を構えられるようにしてあげてください。で、これが1点目ですね。で、2点目は、霊を触る仕草自体は先ほども言ったようにプレスで作るんですが、逆にこうリフトのようにこう
指先だけでこう作ってしまいがちになります。これがよくやってしまいがちな失敗例の2つ目です。この2つさえ気をつけるとレイを触る手はきれいに作ることができる、できます。で、練習法としてはいつも説明しているように肘の場所が非常に大事になってきます。この肘を気をつけて練習すると誰でもきれいに作ることができるので、今から言うことを気をつけてくださいね。で、肘を固定した状態で腕を伸ばして、曲げて折ってきたらいいんですけど、この時に肘の位置が全く変わらないというのが理想的です。手を前に持っていく、腕を前に持っていくからといって肘が伸びてしまったり、折る時に引いてしまったりすると、これまた肘に余分な動きができるので、滑らかな動きに見てもらうことが難しくなります。ですので、肘の場所はいつも同じところで固定してあげる、これに気をつけて練習してください。今日はレイを触る手を説明しました。ありがとうございました。